ガラン越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい。ということで、本日の動画なんですが、次回のイベントの予想になります。で、この予想を考えていくと、ま、ある答えに導き出されていくんですが、ま、一からちゃんと説明しますんでよろしくお願いします。ま、結論から申しますと、次回のイベントは、混合イベ、そしてチアフルカーニバルイベント、そして、日の森姉妹のイベントじゃないのかなと僕は思っています。はい。もちろんリークなしで喋らせていただくんですが、どの動画だっけな？僕が枚数を、今までの星4、そして報酬の数をオリジナルキャラクター全部まとめたっていう動画あると思うんですけど、あれから2、3回ぐらいイベント挟んだのかな？更新させていただいたんですが、この結論に至るまで何個か仮説がございます。はい。あくまで仮説ですので、これが否定されたら、この予想は、まあ、ひっくり返っちゃうんですが、そんなことないと思っているので喋っていきますと、まず、次のイベントは月始め、9月初めのイベント、8月31日から始まってのイベントですので、月始めは限定。これはプロセカで限定が初めて出た3月から今、未だに継続されている月1限定というものなんですが、それがありますので、9月の最初のイベントは限定。そして、プラス4月から、月始めのイベントはチアフルカーニバルイベントと決まっていますので、まあ、新しいイベントが来ない限り、この9月最初のイベントもチアフルカーニバルイベント。ここまでは今までと一緒なんですが、なぜ混合イベントと予想しているのかと言いますと、少し前8月23日に配信、放送された、ワンダッシュ生配信の方で、レオニードと25時ナイトコードでの書き下ろし楽曲が発表されました。ただ、イベントの日程は発表されませんでした。書き下ろし楽曲は9月に公開予定とだけ記されていましたので、配信中にイベントの日程が告知されたら、まあ、その日程から始まりますが、告知されない場合は、次のイベントは混合となっています。ですので、告知されていない今回は、現在開催中のワンダッシュの箱イベが終わった次のイベントは混合イベ。そして順番的に9月中旬のイベントがレオニード箱、9月下旬のイベントがニーゴ箱、といった感じになると思います。で、ここから日の森姉妹にどうたどり着いたかと、言いますと、枚数の少ない、いわゆる8枚組というキャラクターがですね、オリジナルキャラには4名いまして、しほちゃん、しずくさん、あんちゃん、あきと、この4名になります。まあ、ただね、それだけじゃ全然決定づけることにはならないんですが、プロセカの月始めの限定のイラストになっていないキャラを絞ってみました。もうこれが僕の中で決定づける仮説にはなるんですが、まあ、ちょっとバチャシンは覗かせていただくんですけど、今まで限定になったキャラって、すべてオリジナルキャラ、プラス2回目の限定がまだ来ていません。今日はオリジナルキャラクターが2種類、3種類目のヘアスタイルチェンジが追加されていませんので、次に限定に来るキャラは、まだ期間限定キャラになっていないキャラだと僕は仮説立てます。そして今までオリジナルキャラで限定になっているキャラ、さき、ほなみ、はるか、あいり、あん、あきと、トーヤ、エム、ネネ、ルイ、カナデ、真冬となっています。逆にまだ限定キャラとして登場していないキャラが、いちか、しほ、みのり、しずく、こはね、つかさ、えな、みずき、プラスバチャシンといった感じになるんですが、この中から2名、次の限定になるのかなということが、一応導き出せると思います。で、最初に言ったんですが、9月中旬、そして9月下旬に、レオニードとニーゴの箱入れが確定しておりますよね。で、そこのバナーなんですが、ワンダッシュチャンネル見てる方ならわかると思いますが、レオニードの箱がおそらく星野いちかちゃん、そしてニーゴの箱がおそらく朝日奈真冬さんだと思われます。まあ、ですので僕の中で次の混合イベでいちかちゃんと真冬さんの星音は来ないと思っていて、その場合ですと、しほ、みのり、しずく、こはね、つかさ、えな、みずき、この7名まで絞ることができます。ってなると、まあ、混合イベですので、そのキャラが誰と仲いいとかもあるんですが、まあ、分けてみますと、しほちゃんとしずくさんのこの姉妹、しほ、みのり、こはねちゃんの1年 A 組、えな、みずき、しずくさんのワクワクピクニックとかでの絡みのキャラもございますが、最後に、これはもう踏み切った話ではあるんですが、みのりちゃんとこはねちゃんとつかさ、この3人って、いわゆる各ユニットの主人公組、思い返してみてください。4月、ハーフアニバの時のイベント、どのようなイベントでしたでしょうか？主人公組のイベントだったと思います。イベントストーリーには、いちか、みのり、こはね、つかさ、かなでちゃんが登場する、まあ、いわゆる各ユニットの主人公の絡みが見れるイベントストーリーなんですが、1周年もそれ来るんじゃないかなと僕は思っています。はい。あくまで予想ですので、となると、しほしずくさんの姉妹イベント、もしくはえななんとみずきくんのイベント、まあ、ただね、現在ワンダッシュの箱イベで、まあ、天馬つかさがイベントボーナスキャラに入っていない現状、つかさの混合イベが次のイベントで来てほしいという方もいると思いますが、つかさ1周年じゃないかなって僕は思い出してます。はい。まあ、あとはイラストの枚数の問題、まあ、しほちゃんとしずくさんが、まあ、綺麗に8枚、ここで次の混合でつかさ、えな、みずきの3名の誰かしらが枚数増えたりって考えたら、またしほしずくさんと枚数が離れてしまいますので、って考えますと、
なんか姉妹イベントの可能性が一番高いなと結論になります。まああとは真冬ちゃんの2号箱入れが控えてますので、そこでエナナンと水木くんは枚数が増えると思われるので、そういった回答に導き出されました。もっとなんかいやいやおっぴーさん、ここのキャラ次の今後イベで来るかもしれませんよみたいなことがございましたらコメント欄に書いてくださると幸いですし、まあ、さっきも言ったんですが、前回のビビバス箱イベの時にアキトがボーナスキャラに入ってなくて、その次にアキトのバナーが来たっていう前例もございますので、全然つかさくんのバナーの可能性もあるんですが、まあ、僕は本当に2択で司法しずく姉妹イベもしくは前例考えてつかさくんのバナー2択、ただその割合は8対2ぐらいで、もう司法しずくがね、今までのイベント照らし合わせて調べてみますと、この二人のね、説がどんどん浮かび上がってきましたので、動画にさせていただきました。ぜひ皆様のご意見等もコメント欄に書いてくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。